紀の終わり、アサシークラーク、第2部、黄金時代、続きから。エンバーは、その後すぐテーブルの中央に戻った。それはなんとなく、生命のあるもののように、次の質問を待ち受けているように見えてきた。ジョージは、我知らず、心を動かされ始めていた。あなたは、誰ですか？とルーパートが尋ねた。今度は、文字が綴られていくのに、何の逡巡もなかった。エンバーは、さながら生けるもののように、盤上を駆け巡った。早すぎて、ジョージは指を乗せておくことすら難しいことがあった。彼がそれの動きに力を貸しているのでないことは誓ってもよかった。素早くテーブルの周囲を見回してみたが、友人たちの顔にも何一つ疑わしいものは見受けられない。彼らはみんな彼同様に熱心で期待にあふれているように見えた。我は全てなり。円盤はそう綴ると元の平均点に戻った。我は全てなり。ルーパートが繰り返した。典型的な答えだ。捉えどころがなく、そのくせこっちの興味をそそる。多分ここにあるのは我々の結合された意識だけだという意味だろう。彼はしばらく口をきっと結んでいた。明らかに次の質問を考えているのだ。それから再び宙に向かって問いかけた。ここにいる誰かに何か言うことはありますか？ノー。円盤は間を置かずに答えた。ルパートは一度を見回した。弱ったね。こっちに降りかかってきたよ。これが自分から進んでいろいろ語ってくれることも時にはあるんだが、今日はこっちから限定された質問をしなくちゃならないらしい。手始めに誰か何か聞いてみるかね。明日は雨が降りますか？ジョージが茶化すような口調で言った。すぐにエンバーはイエスとノーを結ぶ線上を行ったり来たりし始めた。そいつは馬鹿げた質問だぜ、とルーパートがとがめるように言った。どこかしらで雨は降るだろうが、降らないところだってあるわけだからな。二通りの答え方ができるような質問はしないことだ。いいね。まさにその通りだった。ジョージはグーの音も出なかった。そこで他のものに譲ることにした。私の好きな色は？マイヤが尋ねた。青。間髪を入れずに答えが返ってきた。まあ当たってるわ。しかしそれは何の証拠にもならないよ。ここにいるうちの少なくとも3人がそれを知ってるんだから、とジョージが指摘した。ルースの好きな色は？赤。当たってるかい、ルース？記録係はノートから目を上げた。ええ、当たってるわ。でもそれを知ってるベニーがグループにいるわ。いや、俺は知らないぜ。あらやだ、知ってるはずよ。何度も言ったじゃないの。潜在意識に刻みつけられた記憶だ、ルーパートがボソリと言った。よくあることだ。しかしみんな、もうちょっと気の利いた質問はできんものかね。え、今までのところすごくうまくいってるから、このまま尻つぼみに終わらせたくないな。奇妙なことにジョージは何でもないごく些細なことに心を動かされ始めていた。この現象に何か超自然的な意味があるとは彼は初めから思っていなかった。ルーパートも言った通り、円盤は彼らの筋肉の無意識の動きに従って動いているに過ぎないのだ。だがこのこと自体が考えてみると実に驚くべきことなんだ。そんなことでこれほど正確で迅速な答えが得られるということが彼には何とも不思議だった。一度彼は円盤に自分の名を綴らせることができるかどうか試してみた。最初の G だけは何とか思い通りになった。だがそれ以上は無理だった。あとは全く意味のないむちゃくちゃな文字の羅列だった。グループの他の者に知られずに一人がその動きを支配するということは事実上不可能なのだと彼は断定した。30分ほど経つとルースのノートには様々な答えがぎっしり書き込まれていた。そのうちのいくつかはかなり長かった。いくつかスペルの間違いもあったし、文法に合わない滑稽な文章もあった。だがそれらはごくわずかだった。それにどんな説明がつくにせよ、ジョージは自分がその結果に意識的に寄与していないことは確かだと思った。言葉が一文字一文字綴られていく中で、彼は何度か次の文字を、さらにはその文章の意味まで予想してみた。その度に円盤は全く思いがけない方向へ動き、予想とは全然違う文章を綴っていくのだった。それどころか時には綴りには一語の終わりと次の語の始まりを示す休止がなかったので、答えが完成してルースがそれを読み返すまでさっぱり意味がわからないことすらあった。この実験全体からジョージが受けたのは、自分が何か特定の目的を持った独立した意識と接触しているのだという不気味な印象だった。と言ってももちろん決定的な証拠があるわけではない。答えはどれも他愛のない極端に曖昧なものばかりだ。例えば次のような答えから一体何が引き出せるのか。人間を信ぜよ、信ぜは汝らと共にあり。だが時にはもっと意味深長な暗示もあったし、思わず不安に駆り立てられるような真実をついた言葉もあった。例えば、人間はただ一つのものではない心せよ、人間のそばには他のものの国あり。